したドランたちに笑われるぞ。お願い、頑張って。ウサギごときにこの私、負けはせん。追いかけっこも飽きました。撃ち落としなさい。九祖猫を噛むですか。最後の勇者までお子たちに復活させられるわ。パワーストーンは奪われるわ。一体シャランラは何を考えているんだ。石ころまで私をバカにしよって。お、おーい、ここだ。ん、若君。助かった。兄上も悪運が強いですね。シリアス、お前というやつは一体。兄上、やはりご無事でしたか。兄上でしたら必ず切り抜けると思っていました。そうか。しかし少々やりすぎだぞ。この私だからよかったが。ごめんなさい。でもさすがは私の兄上だ。まあな。でも私たちのパワーストーンを奪ったのは一体誰なんでしょう。兄上に何か心当たりは？いや、全く。逃げるのが精一杯で。そうですか。とにかく、早急にパワーストーンを取り返さないと。慌てる必要はありません。ワルター様、ごめんなさい。シャランラ、こうするしかありませんでした。ああ、痛い。痛い。あら、そうだ、シャランラが勇者にしてワルター様にプレゼントしちゃえばいいんですわ。そうしたらワルター様と。いってらっしゃいませ。シャランラ冴えてる。黄金の力守りし勇者よ、今こそよみがえり我が前に現れいでよ。シャラン、どうして勇者が飛び出してこないの。こら、出てきなさい。もしもし、ん、それでは戻ったパワーストーンが再び勇者となるには一定の時間がかかると。兄上は少しお休みになってください。しかし今はそんな時では。じきにパワーストーンを奪った相手も見つかります。そうか。兄上にはこれからやっていただくことがありますから。
私はお前のような弟を持って嬉しいぞ。いや。ドラにアドベンジャー、ジェットシルバー、スターシルバー、ドリルシルバー、ファイヤーシルバーに空影、そしてレオンだ。私の仲間か。そうさ、みんなオイラたちの大切な仲間だ。早く会いたいものだ。この辺でシャランナの電波が途絶えたからそう遠くには行ってないと思うんだけど。シャランナの行動が読めないのはいつものことだからな。あんなちっこいパワーストーンに入ってたらみんな肩凝っちゃうから、さっさと見つけてやろうぜ。ドランたちがパワーストーンから勇者に戻るのに時間がかかるのがラッキーだったね。そう、勝負はこれから。レオンも目ん玉をおっ広げてよく探すように。でもそう簡単には。ウサギさんだ。来る来ない、来る来ない、ワルタ様、私を見つけて。来る来ない。レオン、何かあったら連絡する。心得た、気をつけるのだぞ。分かってるって。お、あ、ひょっとして、やだ、こっちだ。何するかわからないぜ。パワーストーンは無事みたいだし、少し様子を見よう。わかった。なんだかオイラだけ悪者みたいじゃないか。シャランナちゃん、シャラ、だけどこんなことしてる間にまた追ってが。お二人さん、動きましたね。シャランらしいする、兄上の婚約者ですか。なぜ彼女がこんな行動に出たのか、そんな真意などどうでもいいことです。邪魔者は排除する、それだけです。シリアス様、シャランダーシースルに関する調査書です。ご苦労。おお、大したものですね。兄上にもこれぐらいの気迫があればよかったのですが。もしかしてこれが兄上と彼女による作戦だとしたら、まさか兄上にそんな才があるのでしたら父上が見限るわけがありません。で、発見できましたか。はい、シリアス様、この島で反応をキャッチしました。ご苦労です。それでは兄上に働いてもらいましょうか。ワルター様。わ
赤君、お休みになられた方が。大丈夫だ。それより一位、シャランナに何か変わったことはなかったか。はあ？とおっしゃいますと？例えば悪いものを食べたとか、着るものが派手になったとか、夜な夜な外に出歩くとか。はあ、若君。なんだ？シャランラ様は若君に振り向いてほしくて、あのようなことを。バカな、何をバカなことを。愛は命がけです。そのなんだ、とにかく今はパワーストーンを取り戻すことが先決だ。兄上、パワーストーンを確認しました。なんと、ジ、行くぞ。やわか君、素直じゃないのですから。シリアス、パワーストーンはこの先の島です。レオンも確認しています。それではお子たちが。やるかしら。いつまでこんなことやってんだ。見ろ。主たちはまだか。あれは、私はレオンを倒します。兄上はパワーストーンを。わかった。メディア出動。何しなされ、このトリオ漫才。なんだ。主よ、敵襲だ。レオン、チェンジ。こちらは私に任せて、主たちはパワーストーンを。わかった。改造。中央合体だ。
カイザーカイザージャベリンテテリンさあどこからでもかかってこいいいから渡すのだ絶対絶対渡しません若君落ち着いてくださいジーは黙れシャランラ何が不服だいい加減見せると渡しませんアルター様は何も知らないのです知らない何をだけまあカスタムギアに過度の期待はしませんおとりで十分ですからてメディアに取り憑かれて生きて帰ってこれるものかレオン・カイザー恐るるに足らずバルター様は騙されているんです何をわけのわからないことを今回のことは心配するなパワーストーンが戻れば全て丸く収まるシリアスなら分かってくれる何せ私の弟だからなシリアスはシリアスはワルター様のお命を狙っているのですおしゃべりは嫌いです、シリアスが私を殺すだと何を言い出すかとシャランラ聞いちゃったんです超スクープしたんですシリアス様お食事をお持ちしましたそこに置いておけはシャラ、ワルター様のお部屋ではないのかしら?はい、心得ております、皇帝陛下。パワーストーンは私が必ず、兄上との違いを見せてご覧に入れます。ワルザック共和帝国を受け継ぐ者の血を、そして兄上には血の裁きを。ワルター様が殺される。そんなバカな!それではシリアスが私を殺してワルザック共和帝国の後継者になるというのか!それが本当ならシャランラはワルタのためを思ってパワーストーンを奪ったと。いい加減にしろ!パワーストーン!ちょうどいい!シャランラ、お前の間違いをここで晴らそうではないか。おい!シリアスよ!パワーストーンは手に入れたぞ!この島で全ての邪魔者が消え、全てのパワーストーンが手に入る。感謝しますよ、兄上。主砲、発射よい!シリアス、パワーストーンは手に入れたからもういいぞ!次元爆発装置か。いかん、このままでは。私は負けるわけにはいかんのだ。ここで負けたら、主や仲間に笑われてしまうからな。レオン・カイザーの方は片付いたようですね。さあ、兄上たちもこれで最後ですよ。うわぁ、撃つな助けてギャリー若君シリアス、お前なにアルシオ、無事かレオン・カイザーち、撤退しなさいはアギミワルタ様さすがにな月並みだけど言葉がないなうんあワルタ様若君パワーストーン待てワルタ若君ワルタ様
待て、か、体が。でもできる。7つのパワーストーンを持ち逃げしたワルタのやつを追っかけてやってきたのは船の上。ワルタが呪文を唱えたらワルタの勇者になっちまう。パワーストーンを取り戻せ。だけどこれじゃ鬼ごっこ。いつになったらドランたちは復活できるの？